素晴らしい。俺はやはり、てかあいつやばかったな。マジ一生壁打ちだな。おもろ。やっぱチーターは何も考えてねえわ。弱え。マジで。対面する分にはやっぱ弱えな。今度撮る？オッケー。ちょっと最近だるくてな。なんかマジで。なんかさ、もうバンされねえからいいやって。多分な、これが多分一番危ない思考なんだけど、なんかいいやってなってきちゃった自分がいるよね。正直。一番危ない思考なら分かってるんだけど、だるくなってきた。だってバンされねえんだもんって感じだよね。バンされねえし、なんだろう。頑張ってる方がさ、今、すげえ悪って感じじゃん。わかるかな？だからね、正直、なんかどうでもいいやって、なっちゃった。チーターを撲滅しようってやってる人たちが悪って言われてる世の中だから、なんかじゃあどうでもいいやってなっちゃった自分がいる。悲しい。そう、だからいいんでしょって感じになっちゃった。チーターをのさばらせといていいんだよねっていう感じになっちゃったね。正直一回でもやっぱそういう経験してると、そう、今そういう感じですよ。撲滅しようとしてる人が悪って言われる世界ですから。チーター擁護派が出てきてる最近。チーターも頑張ってるんですよみたいな。わかるかな？何を頑張ってるのか俺にはわかんないんだけど、そういう感じ。じゃあいいやって。そう、なんかわざわざいい世界にしたいなって思って頑張ってたけど、いいやみたいな感じになった。俺は純粋にゲームを楽しもうにシフトチェンジしましたね。そのなんだろう、みんなのためにみたいな感じで一応動いてたんですよ。だから俺本当はさ、ランクだってさ、あんな俺チーターに会いに行くみたいな感じだったんですよ。どっちかっていうとね。だからその分かるかな。俺の RP を溶かしながらチーターに会ってチーターを張ってみたいな感じだったんですけど、そう。俺、見てる人だったら分かると思うんだけどさ、このさ、右上のやつとこれ多分これチーターだよな。ちょっとこれ会いに行くわ。つって俺さ、会いに行ってたじゃん。だけどそれもなんかバカらしくなっちゃったよね。じゃあ俺は俺のためにやろうってなった。そこから。通報しないでチーターを擁護する人が正しい世界。そうなんですよ。チーターを擁護するのが正しいから。チーターも頑張ってるらしい。何も頑張ってないか俺には分かんねえけど、頑張ってるらしいよ。あ、そうなん。あ、そうなんだ。俺はただただ自分が楽しみたい。もうゲームを楽しみたいよね。でもね、俺には分かる。こういうこと言うと責任がないやつだって言われるんだけど、そもそも俺ただの一般プレイヤーだしっていう。だけどボランティアで頑張ってただけだし、無給でひたすらチーターに会い続けて地獄を見ていたが、みたいなね、感じですよね。恐ろしい世界だぜ。みんなはチーター擁護しないように頑張ろうな。この前言われたのは、そうやって決めつけてばっかだと、普通の人間もチーターに見えちゃいますよってコメントが来た。運営番積みっていう動画に対して。って思ったよね。こいつは何を言ってるんだろう、みたいな。番積みって書いてるかなって。お掃除してましたからね。そう、ボランティアだった。ああ、確かに大金を使ってるんだよ。だからその大金を使ってるチーターを、うんたらかんたら、みたいな感じなのかもしんない。確かにどちらかというとね。まあ、そういうことなんでね。まあ、そういうことし。まあ、私は、自分のために時間をね、使います。自分のために、そして配信のために、配信を見てくれてる人のために時間を使います。俺は決めたんだ。もう知らんって。運営番組、決めつけだーって、ガチ暴論よね。こいつは何を言ってるんだって感じよ。俺はね、みんなのために頑張りたい。そんなね、俺がさ、例えばさ、バンすることによって、そいつらもさ、まあ嬉しいわけでしょ。嫌よね。バンされとるかなって。俺はずっと頑張っていたが、頑張りを認めてほしいとかじゃなくって、もう言われちまったらいいやってなるよねっていう話ね。これ結局頑張ってたけど、なぜか逆に悪と決めつけられたというかね。悪って言われてしまったらもういいやってなっちゃうよねっていう話ですね。純粋に。だから俺はもう2倍感度を神にするっていうのを目標に、もうエーペックスをやってるわけですよ。やさぐれちゃうよ。さすがにね、もういいよってなっちゃう。かねえ、論破のロの字もねえけどっていう。俺はもういいもんっつって、ただ俺はゲームするもんねーってなっちゃったよ。チーターとあっても、うお強い、チーターすげえっつって。これはゲーム、ただ楽しむだけで、あれ、見事にね、消滅した。ニスコが落ちてねえ、マジで。マジねえな。楽しくやっていきましょう。神隠しにあった。あれ、あいつどうだっけ、あいつ誰のことっつってね、名前すら思い出せない。神隠し。恐ろしいぜ。発見。破壊します。む、こっち帰ってくるぞ。なんだろ、上にいるぞ。頑張ってるんだから。ご飯よ。いや、今ゲームやってるから待って。ご飯しまっちゃうわね。分かっていけばいいんだろ。ブーンみたいな。はい。全員死んでまーす。行きまーす。
ご飯閉まっちゃうわよ。なんだ、敵を殺したらパケロスが、うわー動けねえ、呪いをかけられた。カジュアルでもやるのかこの野郎。うわーずるい、マジで動けない、ずるすぎる、嘘だろ。いや俺光られたことないな、俺神だから。で味方、俺クソラグ、行きたいけど、たたりだ、呪いだ、終わりだ。いける、マジ呪い。マジで呪い。やってること。殺したらやるのやばない。私ね、神だからな。やべえ、やべえ、ちょっと待って待って待って。こっから出てくるとは。あいつ死んだな、さすがに。残念、殺せなかったか。昔は大好きに負けるとファミコンを蹴っ飛ばしてゲームを落とさずクラスに取りましたよ。いやマジでそれようにやってることガチで。いいね、え、来た、あぶねえ、俺もその中に入るしかねえ。しっかり判断できてるじゃねえか。え、バレてないんだけど。嘘だろ。なんかめちゃめちゃ漁ってたよ。ちなみに。肉がね、やべえ、めちゃめちゃ頑張って漁ってたけどね、何かを。今ことある？あ、脱げちゃった。いや、これは俺の戦いだな。多分そう、人死の音で聞こえてなかった。完全にあれ俺がよくやるやつだな。はぁーってやつね。いや、俺は回復しねえ。死んでーす。いや、意外といけるな。いや、でも完全にやってることは本当にそれよね。ファミコンバーンだよね。もういいもん、何々くんがいっぱい勝つからやだ、ボガーンって。だから俺はそういうゲームをあまりしなかった。格ゲームをやらなかった。ボコボコにしすぎて相手が萎えるっていう。マジつまんねえんだよな、消されると。消されるとマジでつまんねえんだよな。だそれだよね、完全にやってること、今のこいつらがやってることは。自覚した方がいい。子供ってことをやってることが。あー、わかるかも。ウォールハックの先祖かもしんない。変わんないのかもしんないね、それと。対戦、そう、分割画面で戦うときに、必ず相手の画面の視点を見る化け物だけど、それなのかもしれん。そのついでにウォールハック積んじゃおう、みたいな。化け物だろ。俺のことをガキって言う前に、俺のことをおっさんって、あれもわかんねえ、そういう人にとって俺はおっさんなのかもしれんな、ガチで。やば、めちゃめちゃ当たるんだけど。マジ5人破壊したんだけど秒で。ちょっと待って、意味わかんねえ。嘘だろ。5人じゃないか、6人くらい殺したのか。嘘だろ。最後のやばくね。ちょっと待って、この感度やばい。